茂木。そうですね、ようやく日本に帰ってくれました。やっぱ待ちに待ったって感じなの？そうですね、やっぱし海外だとなかなか寂しい部分があるんですけど、こうやってたくさんの方々に応援していただける機会というのはやっぱ日本がかなり特別なので、すごい嬉しいですね。今年はね、長嶋選手はポールポジションも取りました。拍手。ありがとうございます。いろいろ環境が変わった中でね、トライアンフの、ね、エンジンにもなったし、新しい環境の中でポール取れたっていうのはどんな気持ちだった？いやー、素直にちょっと自分的には意外でした。取れると思ってなかったんで結構意外で、まあ、その反面すごい嬉しくて、まあ何ていうんですかね、まあ、一つの自信に なりましたし、あの時計ようやくもらえたっていうあの時計そうですかね、どうでしょう今週末の手応えは？そうですね、FP1 すごい良くて、FP2 はちょっと電気系のトラブル出てしまってほとんど走ることができなかったんですけど、まあ、手応えとしてはかなりいい形なので、今週ちょっと明日は天気微妙ですけど日曜日晴れ予報なので、まあ、ドライであれば表彰台争いに絡めると思います。はい、楽しみです。皆さんどうぞ拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、そして戸岡海人選手、おかえりなさい。ありがとうございます。はい、みんな拍手ですよ。あれマイク入ってた？今声が小さいだけ、ね、今年ね、鳥羽選手は開幕戦カタールで、そうですよ、見事優勝を飾りました。まずは元3クラス大いに盛り上げた鳥羽選手です、ね、いやもう興奮しましたよ、今年開幕から鳥羽、ね、選手自身はもうだいぶ前になっちゃったけど、そうですか、やっぱりあの勝ちの味っていうのは今やっぱ全然違います。まあ、表彰台が初優勝だったんで、そうだったね。まあ、言葉に表せない嬉しさがありましたし、まあ、目標にしてたまず最初の優勝を達成できたっていうのは開幕戦にすごい嬉しかったですけど、まあ、その後ちょっとまだ結果残せてないんで、その分これからの日本 GP 含め後の3戦でちゃんと結果残していきたいと思ってます。みんなの応援が必要ですよ、やっぱり母国グランプリは全然違うもの、どうですか？そうですね、気分的にすごいなんか特別感がありますし、1年ぶりに戻ってこれて、やっぱいつも以上に緊張します。いつも以上に緊張しますけど、皆さんの応援があって、まあ、緊張と嬉しいのもありますし、まあでも気負わずにいつも通り頑張っていきたいと思います。じゃあ思いっきり楽しんで頑張ってください。そして続いては小倉愛選手です。おかえりなさい。よろしくお願いします。はい、小倉愛選手のこと前から知ってた人手を挙げて。ああ嬉しいですね。本当にかい？本当にかいっていう嬉しいですね。でなかなか日本でね走ったことがなかったんで、ね、でも今年彗星のことから小倉選手ね、今年は見事アラゴンでは表彰台をルーキーながら獲得しました。これも盛り上がりましたね本当に。どうしたのここ今年本当にすごい活躍ですけど、自分自身で冷静に振り返るとどうですか？そうですね、今年開幕戦からまあポイントを取ることができて、で、まあ、その時点では、まあ表彰台っていうのはまだ見えてなかったんですけど、まあ、ラウンドをこなすごとにいろいろ慣れてきて、で、まあ、こう表彰台も視野に入ってきての表彰台だったので嬉しかったです、もうあとは狙う初優勝だけと。そうですね、残り4戦あるんで、そのどこかで、まあ、全部トライはしていきますけど、どこかで、優勝できたら最高ですね。茂木の自信は？茂木、そうですね、自分はそんなにあまり知られてるライダーではないんですけど、そこで謙遜しなくてもいい日本だとこういろいろ声かけてくださったり、まあ、日本の皆さんに、声かけてくださるので、そういうところで、またこう今までにない力が出せればなと思います。じゃあ頑張っていただきましょう。皆さんどうぞ拍手お願いします。応援よろしくお願いします。そして正木和樹選手、おかえりなさい。はい、ただいま。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ただいまなんか本当に玄関開けたみたいな感じの雰囲気でしたけどもね、実家に帰ってきましたっていう感じでねやっぱそんな気分、まあそんな気分ですよ。1年ぶりの茂木で久々で、まあゴーグランプリなので、まあもうファンの方もいろんなサンジとかからサインを求められたり声かけられたりで、もう嬉しい気持ちでいっぱいです、もう海外のレースをずっとね戦ってきた正木選手ですからね、やっぱり海外転戦は慣れてると思いますけど、やっぱり日本に帰ってくると、ね、特別です。そうですね、もう特別で、もう母国なんで、もうやっぱ一番嬉しいのは日本食が食べれるのが嬉しいです。ちなみに勝負飯みたいなのあるんですか？勝負飯はまあよく食べるの親子丼ですね。親子丼、親子丼ね。そうですか。カツ丼じゃなく、カツ丼じゃないんだって先輩から言われてる。はい。今週は手応えどうでしょう？手応えはまあそうですね。結構厳しい状況なんですけど、まあとにかく去年がまあ予選もまあ日本人トップだったので、まあ今年もしっかり頑張って、まあ明日雨予報なんで、ちょっと自分雨苦手なので難しいかもしれないですけど、日曜日が晴れなので日曜日で日本人トップ目指して頑張ります。はい、力強い、力強いコメントでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして鈴木達樹選手です。皆さんどうぞ大きな拍手をお願いします。急遽ありがとうございます。急遽ありがとうございます。本当は明日の予定だったんですけどもね。はい、鈴木選手、もう今年はもうなんつってもポールポジション取ってね。そう、そして優勝っていうすごいレースがありましたね。拍手お願いします。まあチームの地元のミザノで、まあ日本人の僕たちにとっても特別なミザノサーキットでポールポジションと、まあ、初優勝できたことは本当に嬉しいですし、まあ今後につながるレースができたのかなとようやく、はい、そう思ってます。はい、じゃあ茂木の意気込みをお願いいたします。最後。そうですね。茂木は年に一度のやっぱりこう皆さんの日本の方の前で走ることができる、まあ、すごいいい機会なので、まあ、この5年目成長できた姿を皆さんの前で披露できればいいかなと思ってます。ありがとうございます。大きな拍手をお送りください。はい、そしてね、長嶋哲也選手はモト2でのね初優勝、そしてモト3のライダーの皆さんにはね、日本人ライダーの表彰台独占期待してますよ。はい、皆さんどうぞ大きな拍手をお送りください。応援よろしくお願いします。長嶋哲也選手、鳥羽海斗選手、小倉愛選手、正木一樹選手、鈴木達樹選手でした。どうもありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。